いやでもね、田植えもんはね、いや田植えもんは本当にあの一番いいやつなんですよ。だからこそまあいじってますけど私はね。これほら、これ匂ってごらん、これこれ匂ってごらん、これ臭いやろ。ん、これ田植えもんどんこ入ってんのか、匂ってもんこれ臭いやろ、これ臭いな、うわ臭いわ臭い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 な、臭い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 ほら見てごらん、これこれこれ田植えもんのな、これ田植えもんのうんこ入ってんのか、ここにこれ田植えもんのうんこ入ってんのか、臭いね、田植えもんのうんこ臭いね、臭い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 な、臭い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 言うて、臭い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 な、ふふふ、悪いことしたらここ入れられんねんで、入れられてしまう、入れられて養分になってしまうで、これ田植えもん、田植えもんのうんこと一緒にこう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 やって入れられてしまうの、臭い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 な、なんだくさ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 い、あほらもうなんかものすごい湧いてきてるやんけ、田植えもん何してんだこの野郎お前は。これ見てみ、これこれ田植えもんって言うの、これこれこれ田植えもん、青い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 、あくさ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 い、ふふふ、育て育てって言って言ってごらん、これ育て育て育てって猫、育て育て育てって言ってな、食べたらあかんねんね、これこれこれ食べたらお腹痛くなんねん、なんだっけ、いやーって吐かなあかんねんなんで、じゃあしまうでなあ、あえたおやおやおやあおや、くさ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 い、もうちょっとしたいじめになってるもんな、守り通すぞ、うん、この命に変えても、どうしたの、なんでその親心芽生えてんの、たおやもん犬一つ守ろうともせえへんのにさ、お前たおやもん死んで、たおやもん死んで、たおやもん死んで、あ、またほうが熟したってさ、おや、田おこしがまだお住みでないようですな、稲が育つまでの間、あ、ほんでそこで田おこしが入るってことなんだね、田おえもんで、田おえもんは一体何してんの、なんで田おえもんはずっと何もしないの、田おえもんなんか今後お力士道みたいな、お前髪型しやがってもんねやろ、どこの美容室でやってもうたんそれな、あなら、はい、冬1、冬1、あ、ほら猫お前ここだ全然でしょきなあかんわそれ、おおったら寒い、お前猫あれやねんから、ただでさえ寒がりなんやから、ほら田植えも死んで、田植えも死ぬ、これならどう、死んでみる一回どう、田植えも死なへんって、田植えも死なへんって言ってる、田植えも死なへんって、クラ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 、鼻息が荒い、鼻臭い、ゲロ、臭いんじゃ、ゲロお前は、田植えもほんとめっちゃでかないなんか知らんの、え、ユーマーって言われてかないのヨーみたいな、これ待って、これ我が家に帰るやんか、ほんと獣の糞持ってきてくれへん、田植えもあたり持ってきてくれそう、うんこ好きやから、うん、田植えもどうする、田植えも集まきに行くかほんな、田植えも集まきに行くかよほんな、なあ一回まあ増やしてみいいや、ほなお前増やすでや、ボケお前か、ボケお前、仕方ないな、田植えもん、じゃあやってあげようか、田植えもんと田おこし勝負ってことですから、まあこっちもね、かといってそんなね雑魚相手にやっぱ同じラインに立たせてあげないとね、かわいそうですよ、田植えもんが、そうでしょ、だからここもねやってあげますよ、私が、私も大人だから、はい、田植えもんできて、はい、終わり、田植えもん、はい、あげて、田植えもん、じゃあ田植えもんこっち見て、せめてな、お田植えを始めるってやるじゃないですか、ここで田植えもんに任せるっていうのがあるんですよ、一応右じゃあるでしょ、これ一回任せてみて、お前見たらしょうもない、お前どうやって耕したら見て、見てみたらやだけど、お前どんだけ頭使ってわしたらいつもやってると思ったんだもん、分かんないろ、ほら任せた量が多いほど稲の品質が下がるって言っていいですよ、どんな風にあいつが育てたのか、かなり寄せて植えたらしいねんけど、見てみる、どんな風に寄せたか、競馬1これ今競馬に出されてるやん、この土地最悪だ、もっと綺麗にやってくれるもんだとばっかり思ったからさ、あれ全然違うな、マジでこいつ、マジでこいつ全然できねえな、何もびっくりしちゃった、他の田んぼでもちょっとやってます僕みたいなこと言ってたからさ、田植えもんが、もう田植えもんのやつなんてもうビシャビシャでいいんじゃないのこれ、ダメ、食べ物どれぐらいがいい、水言うてな、ストップで言うてくれへんかって、言うてくれて俺止めるから、ストップって、食べ物そこから言うてな、2000年後食べ100なったけど、食べ物食べ物 100% なったけど大丈夫、食べ物これでもう入れとこか、もう入れ続けとくわ、食べ物入れ続けとく、アイガモ入水おい、焼いてくれたよ。
あら、かわいい。見てほら、全部食べてしまえ、もう。タオエモンのやつとか全部食べてしまえ、もう。英雪の甲などいかがでしょう。なんやねんそれ。世俗より離れたこの地で、我々は観南深空を乗り越え、まさに米という名の財を成したのでござりまする。一つも問題から却下。練りすぎじゃん。もっと頭を柔らかくせ。そうそう、米の前にまずお前頭を柔らかくせ。お前はこれがその米か。おう、持っていてくれた。ほんでおい、でかいの、ちょっと炊いてこい。おい、でかいのとか言われてるやん、もうほんで。もうれっきとしたユーマなってるやん、タオエモン。なあ、まあお前の負けな。でもごめん、俺神やから、お前と戦っているとかいう、まずステージが違うから、俺とお前の。ちょっとごめん、勝負とか笑わせんのやめて、ほんまに。ごめんね、ふざけんのは鼻だけにして。わしが見ておらんとはどうにもならんからな。特にタオエモンはな、離れられてせいせいじゃ。いただきます。あ、寂しい。タオエモンもいいひんし、一番いてほしい奴らがいいひん。暴力を振るう女とマリファナの頭だけや。いやでもね、田植えもんはね、いや田植えもんは本当にあの一番いいやつなんですよ。だからこそまあいじってますけど、私はね。まあここで石丸に会うことがあればね、もちろん叶えてあげたいなとは思いますけどね。だがそれゆえにお主は安らぎもまた知っていたはずなのだ。逆にな、力を失った今であればこそ神戸牛食ったが後やから輸入牛も美味しいと感じられるってことやろ。ちゃうわ。違うぜ、うん、そういうことじゃねえんだよ。、うん、やっぱりてめえ、マシゴだって言うてよ、おじさんも。お、こいつ虫で走ろう。わ、タオエも大丈夫。え、百姓の真似事してるのはてめえの方だってんだよ。え、タオエもそんな強かった。え、うせやん、なんか嫌や。やれよ。それあるべき姿とやらに戻れるだろうさ。え、デクノボーでいてほしかった。侍の侍になんやねんそれの歌歌うよ。話しちゃうけど沖縄の挨拶はめんそれ。